長野県上田市の無職、小倉和夫被告は、今年6月、上越市大貫の自営業、中村礼治さんを殺害し、現金120万円が入った財布などを奪った罪で、昨日起訴されました。警察は今日新たに、中村さんの自宅から金を奪った疑いで逮捕。殺人事件の前の4月5日の朝7時前に窓ガラスを割って侵入し、現金およそ30万円を盗んだ疑いが持たれています。警察は認否について捜査に支障があるとして明らかにしていませんが、引き続き余罪について調べています。